はい、ゆで太郎に来ました。ですね、2023年4月1日からですね、この豚バラネギ中華そば、こちらが販売されてるんですけど、昨日ですね、王将でですね、食べましたので、中華そばを。今日はですね、季節のかき揚げ、このアサリですね、アサリ、これもですね、4月1日からですね、発売されてるので、今日はですね、アサリのですね、そばを食べてみたいと思います。はい、今食べてきましたね。これはちょっと近日中にですね、食べてみたいと思いますね。はい、今日は、はい、今ですね、今日はアサリ、これですね、このアサリ、これを今食べてきました。はい、ですね、まずですね、アサリのですね、歯ごたえがすごくありまして、弾力があってですね、かき揚げがですね、食べやすいというかですね、食べ応えがありましたね。はい、良かったですね。で、今回作ってくれた方のですね、かき揚げの形も良くてですね、大きくていいと思いましたね。はい、でネギも入ってまして、本当なんつうんですかね、アサリとネギの歯ごたえがですね、マッチしてましたね。はい、いいと思いますね、すごく。で、アサリはですね、多分10匹ぐらい入ってると思いますね、小さいのが。はい、で、臭みもなく、で砂もですね、1個もなかったですね。はい、そんな感じですね。いいと思いましたね。なかなか美味しいと思いますね。はい、じゃあまあ明日か明後日あたりに、今度はですね、豚バラネギ中華そば食べてみますので、はい、ありがとうございました。ごちそうさまでした。失礼します。